レーズ楽しんでいこうぜ、よろしく。一番最初に来たね、これね、衣装を着てみようかなって、初心に、はい、初心ですね、そうですよ、どうですかね、皆さん大丈夫ですかね、ありがとうございます、ね、で、達也のね、なんすか、この着こなしてきた感っていうか、久しぶりに来たんですよ、この衣装、うん、初めてから比べて、すごいね、すごいしっくり着てますよね、本当ですか、うん、まあ、嬉しいわーっと思ってるでも、ゆきさんもかっこいいな、やめてやめてですよね、もう、もうその限界でしょ、なんで全然いけますよね、大丈夫、本当にもうちょっと頑張りましたもうちょっと頑張ってみて、じゃあ、ね、頑張りましょう、ということでね、今日2人なんですけど、はいはいはい、楽しんでもらえるように、はい、頑張りますので、
あと2曲ほど、はい、ちょっとフェーズにお付き合いしていただければ、3曲なんですと思いますので、よろしくお願いします。で続いて参りましょう、聴いてください。テンダロー。いただきながら日頃の感謝をね伝えたいなという回でございまして、まあ、入場無料なんですけども、はい、ワンドリンクだけ、ちょっと500円だけかかってしまうんですけども、ぜひ、まあ、ぜひぜひたくさんの方に来ていただいてね、よろしくお願いします。すごいですよね、曲とか。曲とかすごいですよね。すごいですよ。ワンマン。ワンマンですから。すげえいっぱいありますから。はい、ゲストはね、あれです。あれ、夢かわいい人です。そうそうそう夢かわいい人と、ゆうちゃんと。はい、そして、夢かわいい人とゆうちゃんで。そして、ミツです。伊藤美月ちゃんですね。おぉ、ありがとうございます。来ていただきますので、ぜひともよろしくお願いします。で先日もね、ブルームーンさんで、はいはいはい、おとついですか、そうですね、ライブやらせていただきましてね、たくさん来ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。もう非常に心強い応援で、オーブな感じでね、あったかな応援でしたね。今日ね、
ありがとうございます。今日アイミスもね、ちょっとアイの手をたくさん入れていただいて、ありがたいです。ありがとうございます。ちょっとこれからちょっとね、定着していただいて、はい、盛り上げていただきたいなと思いますので、お願いします。お願いします。じゃあラストいきますか。あ、最後の曲です。おー、今日いい感じ。そう、なんかね、みんなが俺を見ながら合わせてくれてるのかな。ありがとうございます。最後の曲なんですけど、初めてやる曲なんですけど、はい、初出しですよ。ジャニーズ WEST の A じゃないかっていう曲です。ちょっとね、いや本当にみんなで盛り上がりたいなっていう思いでね、はいはいはい、やってきまして、まあ、知ってる方はあれなんですけど、はい、これね、愛の手が欲しいんです。はいはいはい、皆さんの協力が必要なんですね。練習した僕歌うんで、達也さん愛の手ください。 OK です。これね、そう、サビです。サビの方行きましょう。A じゃないか、 A じゃないか、 A じゃないか、 A じゃないか、まだまだいけるで、まだまだいけるでっていうね、欲しいです、はい、いや聞いてちょうだい。みんなもちゃんとやるんだからね。そう、一回練習させてください。よし、じゃあ行きますよ。 A じゃないか、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 まだまだいけるで、まだまだいけるで、いいですね。じゃあ、ただ2番はあの、まだまだやれるでに変わりますから気をつけてください。で、さらにですね、これ前奏と後奏、間奏、はいはい、サビにも A じゃないかいっぱいあるんですけど、バージョン違いまして、サビ以外の前奏、振りが分かれてます。そう、サビの振りが A じゃないか、 A じゃないかっていう振りです。僕らがこれやったら A じゃないか、 A じゃないか、 A じゃないか、 A じゃないかです。で、僕らがこの振り A じゃないか、 A じゃないか、この振りやったら A じゃ、そう、それ、はは、は、は、4回、はをください。はいはい、は、は、は、そうです。その、は、はの方を練習しますよ。はい。はい。じゃないか、じゃないか、は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 、そうです。そう、これだけです、やることは。だから、これ一緒に盛り上がっていただきたいんでね。はいはいはい。バッチリお願いします。はい。じゃあ、ラストも、達也さん、いいですか。はい。そうそうそう。盛り上がる準備できてますか？じゃあ聞いてください。A じゃないか。さあ皆さん、いい感じで。ね、メロンさんでも A じゃないか。今日頑張るぞ。A じゃないか、A じゃないか。
まだまだいきますよ。最高の盛り上がり、本当にありがとうございました。最高でございました。そうです、これ一生懸命編み切ってサイン書きましたので、ゆきさんが一生懸命切ってきました。切ってくれば拾っていただきました。ということで、フェスでした。ありがとうございました。ありがとうございました。